三、えー、村5555 55さん、私は心配していません。あ、なるほどですね。えー、ワイリーさん、どうもです、えー。すいません。全く暗い顔をしているとは思いませんでした。えー、フランサイが亡くなった後も、がむしゃらにスイスで練習をしていた表情。えー、アスリートの顔にしか見えませんね。そういう印象を受ける人もいるっていうことで。うん。まあ、これは分かれますかね。うん。エミリーさん、どうもです。 えー、カブくんさん、ステファンは、えー、腕の部分がスケスケなんじゃなくて、腕部分は丸見えなんですよ。えー、スケスケなのはお腹の部分、さすがに試合でそんなの、えー、蹴られない。腕だけスケスケなお衣装は、ジャパンオープンの、えー、ご出演のステファンのお出いさんの方ですということですね。なるほど。うん。タケボさん、どうもです。こんにちは。どうかなそんな暗いかなって思いましたけど、 あと、演技から恋愛しているとか、えー、していないとか、私にもあんまりわかんないです。うん。これもなんか人による感じですかね。うん。えー、そらかえさん、どうもです。えー、宇野昌磨選手の表情の変化は、株ぶさんのご友人の方もね、お食い好きになられたんですね。私もテクニカルなことを理解しきれていない部分がありますが、素人でも見ているだけで気づくことはあると思います。 うん、フィギュアスケートという競技は、競技ルールがよく理解していなくても楽しみながら観戦できるという特徴もあるので、ベルギーにおいても日本のようにフィギュアスケートに関心がある方が増えるといいなと思います。うんまあ、特に最近のルナヘンちゃんの、ね、活躍によって、かなりねあの、本当人気が出始めてきて、街中でも、ね、ルナヘンさんの名前をだんだんこう言われるようになってきましたね。 うん。メケルンのリンクでも、宇野昌磨選手の認知度が高いのですね。えー、ベルギーの方々が日本を連想するなら、と聞かれた際に、フィギュアスケート大国ではね、と言われたら嬉しいですよね。うん。ああ、でも、そうですね。うん。そこまでのそういった認識は多分ないかと思うんですけど、まあでも、そういう認識が、ね、あったら、でもあんまりね、フィギュアスケートの報道ってないんですよね。 うん、だからまあ日本のように華やかな報道がしてくれないので、うん、あれですけど。えー、きさだけ24さんどうもです。ステファンのリリリ,リシーかな。えー、悩ましい演技に深く引き込まれました。本当悩ましいっていう感じですよね。うん。 な,なんかね、普段のやっぱり考え事とかね、えしウマくんは今までだって十分責任感もありましたけど、えー、北京五輪後は顔つき、演技、発言など、顕著に現れているなと感じます。本当に一気に成長している。覚悟の度合いが強く高まったように、えー、第、うん、字、成長期か知らんけど、たくましくなっている。すごく素敵な大人の階段を登ってますね。うん ほんとそう思いますよ。なんかこう一段また上がったというかね。うん。えー、松井さんどうもです。えー、かぶさんこんにちは。ショートプログラムのグラビティの演技も変わりましたね。腕を組んでくるくる回るツイズルが途中腕で上げて回るところが変わる、えー、ステファンらしい振り付けです。多分ここでしょうかね。僕が気になったのは。えー、坂本さん、ショートプログラム音楽がやっと聞こえたスターオンアイス。 の時、音が聞きづらく、演技もいまいちわかりづらかった。うん。え、カーニバルオンワイスは音が聞こえて演技も良かった。カボさんの言う通り、一歩ずつ階段を登っているんでしょうと思います。そして休んでグランプリ頑張ってと思います。そうです、ね。ちょっとね、ちょっとやっぱり終わった後疲れてるかなっていう感じがありましたんで、うん。まあ、グランプリに向けて休みながらやってほしいなともちょっとやっぱ思いますね。うん。え、木更け24さんもう一度です。 早くも、名古屋フィギュアスケートフェスティバル、メイフェスの出演者が発表されました。おー、ありがとうございます。男子は、しょうまくん、ゆうまくん、ゆうまくん、怪我大丈夫でしょうかね。かせきくん、かおくん、たっちゃん、たっちゃんも、うん。そうたくん、女子は、りかちゃん、まなちゃん、まいちゃん、りのちゃん、ゆはなちゃん、えー、まりんちゃん、スペシャルゲストに、荒川さん、むらさん、あきこさんだそうですよ。 うん、来年1月4日水曜日、日本外資で、えー、チケット発売は、えー、10月29日土曜日午前10時、えー、10時25分からですね、あ、なるほど、10月25日から随時情報更新されるそうなんで、こまめに、こまめにチェックですよということですよ。うん。これは速報ですね。はい。アクアマリンさん、ありがとうございます。 カオくん、落ち着いて見えるけど、氷だし、今季シニア大会、本、あ、シニア本格参戦で、十分すごい演技でよかったです。うん。あの、衣装は、明治大学の堀、堀吉様堀吉正くんか。堀吉正くん。さっきフリープログラムで、ビ女と野獣、あ、やったんですね。なるほど。をわりだとかということ、ああなるほど。ってことは、えー、っと、先輩の演技をやったということでしょうかね。え、先輩は関係ないか。うん。 なるほど、そういったのあったんですね。えー、スケアあつけかなと、ハードスケジュールになっていましたが、ステイヘルシーで頑張って調整してほしいですね。うーん、なるほど。えっと、かおくん、そういう感じだったんですね。うん。エミリー様、どうもです。えー、皆様はジャパンオープンのマルチアングル、A 配信映像というのはご覧になりましたかということですね。えー、テルトーさんのジャパンオープンのページから登録が必要ですが、見られます、えー。登録者が1万人になったら締め切るみたいですが、多分まだ大丈夫じゃないかな。10個のカメラで撮った、えー、映像を自由に切り替えて見ることができます。コーチカメラやキスクラカメラもありますよ。足元アップの、えー、アップや顔のアップカメラもあるとか、 えー、引きで見たり、ワンカムでずっと見たりもできます。えー、ジャパンオープンの皆さんの演技が見られます。えー、15日までの間、180分まで見られますよということみたいですね。私はとりあえず、翔ょ君を普通に見て、ステファンカメラを見てみました。えー、まあ、ちさ解説も入ってますよってことで、これ、すごいですね。うん。なるほど。そして、返信がありまして、竹で猫さんどうもです。えー、こんにちは。 ちょこちょこ切り替えながら見てたら気持ち悪くなってきました。演技中はあまり変えない方がいいのかなということですね。残り90分です。ステファンの襟元が素敵ということですね。うん。YM さんどうもです。すいません。10年、十数年前の話なんですが、子供の中学受験の説明会、結局受験はしていませんが、に行った時に聞いた話。中学受験は、宗塾の子が有利だとか、 某有名私立中学校の、えー、入試問題の中に、どなたの作品だか忘れてしまったんですが、初恋という詩が出題された話を先生がされて、初恋という気持ちが分かんないと解くのは難しいって話をされていました。なるほどもちろん、塾の説明会ですから、えー、その後そういう気持ちが分かんなくても解くテクニック、えー、それを獲得する指導方法を聞かされたのですが、えー、小学生の経験、 え恋愛経験があった方がいいかとはともかくとしてやはりフィギュアも含め芸術活動は特に恋愛感情を経験していることは邪魔にはならないと思いますそうですね本当そう思いますよ特に宇野選手の場合はまああの今の気持ちが反映されやすいですからね うん。ピカソは女性を変えるたびに創作のステージを登っていったと聞いています。えー、それはもちろん恋愛以上に天才的な芸術的能力があってこそですが、えー、それぞれの女性に対する愛情が芸術に昇華されたのかな、えー、最後は本妻、交際、愛人、入り乱れてのあいにくリギリの渦に巻き込まれたそうですが、なるほど。 うん。それでも100歳近くまで生きて多くの作品をより残したところを見ると、えー、活力になったのかなでもここまで来ると大変ですね。うん。悲しみはそれてしまいましたが、ピカソの のように、えー、生活に支障が出るほどめんどくさいことにならなければ、私は恋愛は芸のたやしになると思っています。うんえー、もちろん、塾の先生のおっしゃるように、指導者から指示を受けて、えー、そういう感情を頭で作るって方法もできるでしょうけど、体験することが一番かもと思うんですね。うん。確かにそうですよ、本当んね。うん。まあ、恋愛、結婚とか、うん。 まあどうあれですよねやっぱりそういう人生に関わることがどう芸術作品にねあの反映していくのかっていうのはほんやっぱそういうの味がやっぱありますね。うん。 えー、美輪さん、どうもです、えー。それから先日のジャパンオープン、BS 放送の再放送が決まりましたということですよ。テレビ10月16日日曜日の深夜、BS テレ東夜中の2時45分から4時47分までですよ。夜中ですね、これは。私も予約録画、コメントにスイス、練習拠点に潜入とありましたということですよ。これはチェックですね。この前テレビも楽しみですね。うん。これはちょっと、どんな感じなんだろう。うん。 えー、梶原さんありがとうございます。かぶくんこんにちは。そうでしょう。ステファン本当アーティストよね。以前、ビバルディの四季の冬の、えー、ショーマさんとのコラボ、えー、された時に、素敵だな、感動したの思い出しました。うん、今まで、えー、ステファンの演技、えー、知らなかったし、表情のアーティストって聞きましたが、聞いてはいましたが、えー、そしてショーマさん、やっぱり最高だわ。もうこんなに引きつける人はっきり言っていないでしょう。 えー、ポール・ニューマンやイン,イングリッド・バーグマン、映画俳優にも夢中になりましたよ。山登りにも、えー、シ馬さんの魅力、カブ君がちゃんと分かってくださっているのはまた嬉しくて、衣装だっ,装だってほすごく、えー、素敵。うん。アリラの,アリラのも、えー、グラビティのも、えー、素敵な人たくさんいますよ。カオ君だってあのスピード感圧倒されたし、カリヤマくの、えー、上手いのはトップ中のトップでちゃんと分かっていますよ。 でもでも世界の誰一人、ショーマワールドには及ばない。お顔を確かに暗くなった。2枚目半の面白いところとか、もう見れないのかなうん。うん。ですね。日本のフィギュア界を背負って、覚悟のスタートをしたお顔なんです。世界王者になってしまって、後には引けず進むしかないんですもの。うん。ちょっとやっぱり顔ね、僕はそう思いましたけどね。でも分かれるみたいですけどね。意見は。うん。 まあでもいつもよりはちょっと違うかなっていう感じを受けてますけど、まあ今期グランプリシリーズどういうね感じになるのか、うん。えー、マリニンさんはどうもです。美輪様へ、BS テレビ東京録画予約しましたよ。ありがとう。美輪様、名フェス行けそうですね。仕事始めかなと、うん。えー、斎藤直美さん、ありがとうございます。え、かぶくん、こんにちは。ジャパンオープンのカーニバルオンマイステステファン先生が披露した演技は、 今年のファンタジーオーマイスで披露したプログラムと多分一緒ですね。うん。カブ君が言うように、ステファン・ランビエルは表情の芸術家ですね。うん。彼の演技は抽象的で理解するのが難しく、どちらかというか感覚的というか見て感じるもんでしょうか。いや、難しいですね。ステファンの演技は難しいことが、あの、醍醐味かなと思いますよ。 はい、私も学生時代に友人が当時モダンバレエを習っていて発表会があるからともう一人の友人と一緒に横浜駅から鎌田まで、えー、知らない土地に不安をかか、えー、と抱きながら途中花屋さんで花を買い会場へ行きました発表後に花束を友人に渡し記念撮影をして感想を聞かれ初めてだけどすごく良かったよともう一人の友人も同様に言って慌てて帰りました いまだに、いまだ当時13歳だったこともあり、緊張して友人のバレエ発表会、ましてや、えー、知らない土地へ行き、疲れ果てて、確かその日は夕食も食べず寝てしまいましたよ。なるほど。横道されました。当時、モダンバレエというのを、えー、知らなかった、あのー、知らず、今となってはいい経験でした、えー。モダンイコールコンテンポラリーは理解するというより、受け手側の感性によるものなんですね。 あなんで、ステファン・ランベールの演技も感性で受け取るという感じですね。うん。一味も二味も違う、ステファン先生の魅力演技。うん。なんかたまにその、グワグワぐわって書いたなんか絵ってありますよね。え、これ絵なのっていうかなんか、え、これあんま綺麗なのっていう絵がありますけど、それも多分なんか、受け手側がその、どう理解するかっていう心理的なあれもあると思うんですよね。うん。だからまあ、なんて言うんでしょうかね。感性というか心理学というか、 哲学というかすべてがまあの融合してるでしょうかね。うん はい。えー、それから、ビヨンドのショーについてもいただきましたね。えー、美和さんどうもです。えー、こんにちは。先日、10月9日日曜日、10月月曜日、明日まおちゃんのビヨンドの北海道帯広公演も大成功で、えー、九州出身の二人、柴田良さんと中村修君がいたから、まおちゃんがまたまた無茶ぶりで、二人にマイクを渡してご挨拶。えー、たくさんお世話になった方々や、両者や、えー、友達も見に来てくれたんでしょうね。 北海道はシロ公園もあるからさらに寒いらしく、愛称に来られるときは暖かくともありましたよ。シロは地元の中の地元だから、また何かサプライズがありそうですね。ショーを見られた方々は、やはり新しいミュージカルみたいな世界観に、まおちゃんやメンバーの滑りも素晴らしくて感動の嵐。滑りからまた日々頑張っていこうとパワーをもらい、ビヨンドされているようですよ。次は早くも15日土曜日。うん。 16日日曜日、神奈川公園です。相模原市、銀河アリーナ、ともに1日2公園、11時半からと16時半からで全4公園ですよ。当時は臨時バスが JR 淵戸駅南口から銀座アリーナまでノンストップの臨時バスが出るように出ることがありました。お知らせまでに。うん。神奈川公園は SSS、2, 2階席も立ち見1階、2階とも売り切れですね。 え、車椅子席が7000円のみ若干あるらしいということですよ。あと3日だからすぐですね。白鳥の湖の写真がちらっと上がり。えー、想像以上、ま央ちゃんバレリーナみたいに湖、本物みたい。うん。早く見たい。なんと先ほどチケットを発見したら、私の席は一番前、多かったですね。うん。 最高。やった憧れの明日真央様、私の目の前になんだか緊張してきました。私もおしゃれしかしていかなくては。え旦那様にも今朝伝え、新聞に載っているから、これ、勢いで県民優先につりエントリーしていて、当たり行くことに友達と、そうしたら一日だけ、他の人も行く,んで行くのではバレバレ、そうなのよ。実は別の日も、そうかと思ったらよかった。うん え先日すでにグッズは土曜だからバレバレで9時運良すぎて怖いけど神様かいや亡くなった父私の父からの、えー、プレゼントだわ誕生日がもうすぐだから、えーうん、とにかく嬉しくてコメントしましたよかったですねほんとああ真央ちゃんがいてくれてよかったありがとう真央ちゃん気持ちが癒されればうん本当よかったですねぜひ、うん ええー、そして神奈川公園が、えー、神奈川公園に、えー、それから私が、あのあかな神奈公園に、それから私が行く公園は、神奈川公園ではなく、 別のもう少しだけの公演です。今年はある公演ラストの名古屋公演までただいまチケットを発売中ですよ。来年のは発売までもう少しかと。ピッコロ様はチケットを無事にエントリーされたようですが当たったかなもしもの時はは次セーブンレブン限定発売で次にも一般発売があるからお知らせまでにダダフ。ダフや対策でチケット発売を工夫されていますよ。当日本人確認やまとめて購入もそれぞれ分配から名前入りの チケット発売など、わくわくということで、三、う、輪、んえー、さんも1手です、えー、それから中京大で練習をしている姿、ジャンプの場面などがジャパンオープン後にちらっと映り、えー、そのリンク側にいましたよ、えー、町子先生がやはり陰ながら見つめて、えー、見守ってくれていましたよ。 翔馬くが何歳になろうが、世界チャンピオンになろうが、大人になろうが、クラブを卒業しても、グランプリ東海出身 OB、孫のような存在だから気にならないわ,ならないわけはなくて、えー、そういえば何年か前にテレビで真央ちゃんが町子先生に、自分はまだ子供だったから、えー、クラブを卒業してコーチを変えてごめんなさいと発信をされていたなと、ちょうど翔馬くんがステファンコーチにコーチを決めた頃に、 そうしたら、マチコ先生が、大丈夫よ、マオにはもっと素晴らしい世界より輝くために送ったんだから、うん、えー、あより輝くために送ったんだから、その時は辛くも後から絶対に行ってよかったと思うからと、やはりマ央ちゃんにオリンピックで金メダルを取らせたかったから、親心だなといろいろあり、今新しい相性、平等で輝いていて、今スケートが、えー、楽しい、うん、やりがいがあると。 えー、まだまだ滑れる姿をぜひ生で見てほしいと頑張っているからよかったねと相性に浮かれてみてくださいね。私は2回目のうち1つは2階席しかしてていなかったけれど全体が見れていいらしいから見てまた感想を。もう少し先ですが、ステファンを見たら芸術的に真央ちゃんが進化しているから喜びそうだな。カーニバルのシュマ君やステファンも素晴らしかったからいつかコラボを見てみたいな。シュマ君はどんどんグラビティは良くなっていき、衣装はスーツの,のは ああいうそうだったし、カーニバルのは2018年のタイムアフタータイムの時だし、ジャズのやはりカナダ大会は新しい衣装にまた違うのをお願いしていそうな予感が、衣装でまた翔馬くんの動きや表現力を引き立つように楽しみですね。こういうくらいかけますよという感じで。うん。うん、えー、マルニンさんどうもです。えっと、翔馬くんの初のケンジさんの部屋。 宮本賢治さんが出演、16歳でしたね。賢治さん、翔真君に恋小さ、まつで長。これが賢治さんの第一声。 今の翔馬くんからは想像できないような顔の泣くような声。えまジで中には首をかしげて照れまないえ。ケンジさん、前から翔馬くんのプログラムよく見てて、ジャズやっててよねとか、単語も滑ってたよねと何でも滑っている翔馬くんに目が点が、翔馬くんクラシックなのか、ジャズなのか、音楽のジャンなんか、分からず首をかしげるばかり。そんな少年、シャイで可愛かった翔馬くんが、今や日本フィリアーを引っ張ってる。すごいですね、本当に。あのー ね性感観さも漂う、のよハンサム、可愛さも残してかっこいい。え小さい頃からの翔くんの演技、滑り、ずっと知っているから、覚えへ G 戦場のアリア、翔馬くんのいいとこ満載の振り付けができるんですかね。えケンジさん、アイスタンスからの振り付けしたからえ、ステップの入れ方うまいんですよ。翔馬くんの良さ、最大限に関した振り付けに感謝です。うん。えー、美輪さんも一択です。 宇野裏方チャンネルも先ほど見て楽しく、裏方の真剣な試合で。あれは、あの、スターバーでしょうかね。おじさま、マグルたちは面白いですよ。えー、衣装、シートのマグルは、シュうまくんかな。衣装、衣装、言葉のチョイスも、えー、チルでメローな暗入なのね、えー。皆さんに似てるのかな似てくるのかなうん。どんどんね、続く報がね、入ってきますね。えー、美輪さん、先ほど、トヨタイウズム。 のトヨタから昌馬君がジャパンオープンの報告コメントが来ましたよということみたいですね。練習どりかなと、グランプリカナダ大会が3週間くらいでより本格的な試合が始まるから短い期間ですが、より成長できた姿を見せられたらなとあり、ジャパンオープンで見えた課題に向き合い、ブラッシュアップは、うんさながら頑張ると、頑張って楽しみしかないということですね。うん ね、でも短い期間です。ちょっとやっぱり疲れもあるかと思いますけど、うん。えー、さらに磨いていきますね、これは。また、ワンワンからも来たということで、速報続きますね。ワンワンからも来ました。お母様が新しい靴を時間をかけて履き慣らしていって頑張っていましたよ。えー、家族の地道な協力があり、日頃の馬ママさんの頑張りもスケート靴に注入されていた。うん。ね、もう愛注入っていう感じで。やはり、えー、たくさん影の力があるのですね。 素敵。うん。パムちゃん可愛く何でも興味。バロン君ママさんにも甘えて可愛いね。よかったね、バロン君。えー、なでなでされ癒されますね。種目は橋口さんにブレードをつけてもらい、すぐに慣れたら良い,い。な。うん。本当ですね。早くなじむようにカ、カナダ大会まで輝きますように。うん。 あカナダ大会で輝きます。そうですね。ほんと。靴の調子がちょっとやっぱね、僕も心配なんで、まあそれがやっぱり良ければ一番いいかなと思うんで、うん。命ですからほんとね。はい。というわけで、皆さん、えー、宇野昌磨くん情報主にでしたけども、一旦これ動画を止めていきたいと思います。